どうも K チャンネルです。現在は大阪駅にやってきてます。これから大阪メトロのフリー切符を使って旅をしていきたいなと思います。はい、というわけで大阪メトロのフリー切符買いました。こちら620円で1日乗車券乗り降りし放題となります。はい、というわけでね、今から大阪メトロ内だったらもう乗り降りし放題ということで、もういろんなところ行きます。先ほどの電車が降り、着いた駅が本町駅です。これから新型の400系電車に乗り出ると思います。かっこいいですね。なんかもう近未来の電車ですね、400系は。400系は外観だけではなく車内もね、かっこよくなってます。すごいですね、黒色っていう。ブラックはかっこいいな。さあ本町駅出発です。さあ地下から地上に出ました。高速かな。覚えてないの。いつからこれあるのか知らんもん。これでしょうがないわ。絶対。うん、これ新しいの。これ過去覚えてコスモスケアなんかないの。お兄ちゃんも聞いてたら分かんないでしょ。そこは分からんから。いや、曇ってるけど景色いいな。これはね、もうすごいですよ。このね、車内の色をブラックにしたっていうのがね、またすごい発想ですよね。かっこいいな、本当に。本当未来って感じですね。手すりもね、あのグレー色でね、かっこいいんですよ。まもなく終点のコスモスクエアに着きます。モニターに近畿の天気予報がありました。はい、というわけでコスモスクエアに着きましたよ。いやー、いい音だな。このファーンって音、ほんといいですよね。後ろもかっこいいです。
今可愛らしい電車が通過していたんですけどね、こちら自動運転なんですよ。実はすごいです。初のね自動運転乗るんですよ。こちらが車内です。全然今人いないんですけど、後からバッと入ってきます。すごいですよね、発車しましたよ。もう運転手さんも運転してないのにね、自動運転です。これが自動的に動いてます。こちらが前面展望です。ここ運転席なんですけど、今は座れます。こちらが横でね、停止位置です。これはね、車輪じゃなくてタイヤで走ってるんです。このように急カーブもね、スピードを落とさずに走ることができてね、すごいです。終点の駅に着きました。はい、では今からね、再び大阪駅に戻ってお昼ご飯食べたいと思います。なんかね、こちら8番出口みたいですね。迷いそうだな。はい、というわけでね、大阪駅にやってきました。いつも見ても大阪駅は立派な駅舎でね、賑わいがいっぱいです。昼ご飯はこちらマクドですっていうのは嘘で、道頓堀神倉です。毎回言ってるんですけどね、もう大阪駅来たら絶対昼ご飯はここです、道頓堀神倉。本当美味しいんですよ、おすすめです。最初はね、ここもね、全然知らなくて、僕のね、友達が、ここ美味しいよって教えてくれて、来たんですよ。もう本当美味しいです。景色がいいな、やっぱ。雨でもね、景色はいいです。おっと、あちらに。雨を浴びているカエルがいます。すごいですよね、この景色。駅ですよ、ここ駅でこの景色ですよ。すごいね、こんな大きい駅は本当いいよね。あちらからは223系が発車していきました。はい、というわけでね、お昼ご飯も終わりで、再び電車に乗りたいと思います。さあ、フリー切符を使います。電車は南波天王寺アリコ方面中野出行きです。 The train on platform 1 is bound for 中野出via アリコ。本日2度目の400系が来ました。
扉が閉まります。ご注意ください。なんかカレーライスって遊んでる子がいますが、懐かしいですね。乗ったり降りたり繰り返しながら着きました。再びこの駅から自動運転の電車に乗りたいと思います。現在 K チャンネルは運転士気分です。現在は大志橋今市駅に来ました。大阪メトロのね、警笛で結構ね、どの車両も似てるんですけどね、若干違うんですよ、やっぱり車両によって。というわけで大阪メトロ旅もね、そろそろ終わりです。というわけでね、今回は大阪メトロのフリーキップ旅をしてきました。非常に楽しかったです。なんか路上ライブやってる人がいました。自動運転のね、電車に乗れたのが良かったな。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕その他に X やインスタもやってるので、ぜひそこからもフォローお願いします。ありがとうございました。